ポジティブになったらいいけどさ。うん。なんか、あの、わかるよ。ポジティブシンキングを押し付けてくるやつは嫌だよ。嫌だよね。嫌だ。で、俺すげえだろう的な感じすだから、はい、ポジティブな自分を。そう。ね。うん。それは腹立つな。悩みなんか何もないよってやつね。そう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 。なんでないもんな、そんなに。悩みなんかないよ、だって。マジハッピーだもん、みたいな。ハッピーだもんって言う？めでたいですけど、ね。いるよ、そういうやつ。まあまあ、いるよね。めでたい。いた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 。うん。そうね。あれ、言い聞かしてるだけなんだろうな、自分で。うん、ハッピーだって。うん。うん、まあまあ、それも言ってですよね。ベッキーがそういうことだもんね。いやー、今週は日本各地で入学式とか入園式とかあったようだけどよ、あの校長の挨拶ってのは長くて退屈だよな。どうせ聞いてねえんだから挨拶は短くすりゃいいのにな。オイラが校長だったら短くスパッと言うね。新入生の諸君、誰かやらせてって、今いろんな校長いるんだからやめなさいっての。それじゃあ行くぞ。2時28分出たたけし。そうだよ。4月の寒変期で、改変期で、改変期で、改変期。改変期で、これが多いっつうことで早速行ってみましょう。こんな新番組は嫌だ。モザイクだらけだ。これ嫌ですね。出演者が全員全裸でね、画面全体がモザイクだらけになっちゃったりして。たけちゃんのチンチンは子供サイズだから放送 OK だよねっては、そんなわけねっつの。他の番組をパクっている。これも嫌ですね。明らかに他の人気番組をパクってやがってね、ソープランドの入り口で待ち構えて、やってきた外国人にどんなプレイをするのか見せてもらう。言うは何しに吉原へって、それ面白そうじゃねえかってバカ野郎。ネタ番組がお笑いじゃない。これも嫌ですね。新しいネタ番組だって言うから見てみたら、ネタがお笑いのネタじゃなくてね、芸能人が自分のオナニーのズリネタを披露する番組、しこりもんなんてタイトルつけちゃったりして。最初のしこりもんは、しこり横綱、草野仁さんで、ミステリーハンターでしこるですって怒られての。MC が口下手だ。これも下手ですね。MC やってるやつが口下手。これも下手。口下手ですね。下手ですね。嫌ですね、じゃないの。これも下手ですねって言ってた。MC が口下手だ。これも嫌ですね。MC やってるやつが口下手でね、ことあるごとに、ただいまの時刻は2時って、それおいらじゃねえかってバカ野郎。つうわけで今週は以上です。今週メールをくれたクソ野郎はラジオネーム身から出たサービスジャンガラ、食べてもいいですか、いやダメです、テッチュ。以上のクソ野郎でした。次回のテーマ発表するぞ。再来週のスペシャルウィーク、今夜はディスラナイトがこれの企画だっつうことで、こんなラッパーは嫌だってこい。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。おぎんぽ45度。最も興奮した時、45度にそそり立つという小木のチンポ、通称おぎんぽ。おぎんぽが45度になる有名人とのシチュエーションを小木さんに判定してもらいましょう。うん。じゃあ早速行きまーす、はい。ラジオネーム、お金大好きゼニゲルゲ。うん。すっぱだかの七尾にそっくりな形の大根。すっぱだかの七尾にそっくりな形の大根。あれ？うん。いや、俺ね、七尾の、その、なんか、感じも、そんなに、うん、あのスタイル、そんなに俺ね、色気を全く感じない。ああ、そっちか。そっちなのよ。ああ、うん。大根が嫌なわけじゃなくて、七尾が嫌なの。そう、俺、大根はすごいです。普通の大根でいいのよ、俺は。大根、ね、大根だったら。ああ、うん。そうなの。七尾っぽい大根は嫌なの。やっぱ人ってわかんない。多分誰もが憧れるスタイルなんだけどね。うん、もう、パーフェクトボディだけど、いいまあ、タイプあるもんね、ぽっちゃりが好きとか。スタイルとか、ああいうモデルとしてはもう最高なんだろうなと思うの、ああいう細いのが。ね、うん、ただ俺の中ではもう、だったら大根の方がいい、普通の。普通の大根普通の大根の方がいい。そうか、うん、大根の方がいいのね、うん。はい、ラジオネーム、Y。Y。YY。Y と Y の間に星があるんだけど、なんて読んだらいいの別に、角田ヒロは角田ヒロって呼ぶんだから。星を入れないよね。YY でいいのかな ?YY だ。うん。顔文字なのかな、これ。あ、そうなの？だって顔にも見えるじゃん。
あ、本当だ。ニコニコ。でもそれだと読めないよね。顔文字だと。目閉じて。ニコってしてんの？目閉じてね、涙出てんの。ああ、泣いてんだ。そう、目閉じて涙出てんの。うん、言葉にすると、目閉じて涙出てるから。うん、やめてくれー。何？やめてくれー。やめてくれーって言ってんの、この Y 欲しい Y は。やめてくれー。ラジオネームやめてくれだね、うん、やめてくれって、うん。得意のモノマネを披露すると言って、星ちゃんの鼻からうどんを出す芸をモノマネする能年レナ。能年レナ。うん。まあ。もう、ノーネン・レナちゃんだったら、もう、それはもう何でもいいでしょ。ああいう、そういう、可愛いし、うん、汚くないし、なんか、うん、もっとなんか、可愛く見えちゃうだろうな、俺、ノーネン・レナちゃんがそれ、うん、セックス中にやってたら、そんなことを、うどんとかさ。可愛い。可愛い。なんか、あの子に合う、その、ゲイだよね。なんか、いや、あの子、わかるでしょ、なんか。あの子は、なんか、そうやると、もう抱きしめたくなっちゃうと思うの、俺。あの子。可愛くてしょうがないよ。確かに合うな。うん。やりそう。やりそうだよね。うん、持ってそう。可愛い。うん、これ可愛いね。興奮しちゃう。なるほど。興奮するんだね。うん。ラジオネーム、赤いマスタング。木曜の夜だけ、いつもより少し下着を派手にして、布団に入りながらラジオを聞く木の実なの。特別な日なのかな、特別な日なのね。特別な日なのね。あれ聞いてくれてるっていう噂がザキヤマから入ってるけど。だけど、まあ、うん、本当に率直に言うと、本当気持ち悪い。そんなもん、ね。その夜に夜に下着だけ派手にしてラジオ聞いてるやつ。ラジオ聞いてるやつ、恥ずか気持ち悪いよ、んなの。いくら木の実奈々さんであろうと。そうか。気持ち悪くて笑う、ほんなダメだ。うん。じゃあちょっと、まだそんなことしてないからね。そうね。うん。ラジオネーム、鼻毛ニスト。お銀歩を口に含み、舌で転がし、実にワンパクで生きがい。それでいて、繊細な塩加減、うん、丁寧な仕事をなさってますね、うん、と、最高点をつけてくれるアンジャッシュ渡部。ああ、渡部さんね。